そ、またか。何度言えばわかるんだ、先。これ、先輩の親父さんの声か。お前が近所からどう言われてるか、知らないわけじゃないだろう。代々続いたこの店の長女として、恥ずかしくないのか。金か、それとも男か。よりによって、あんな店でバイトなんかしてやって。なんだよこれ、バイト楽しそうだったし、俺にはこんなこと一言も。こんなのが本当に先輩の現実だってのかよ。これ何かの写真だよな。あれ、これって、これ前にバイト仲間とジュネスで撮った写真じゃんか。なんでこんなこと。ずっと言えなかった。この声、先輩。私ずっと花ちゃんのこと。え、俺のこと。うざいと思ってた。仲良くしてたの店長の息子だから都合いいってだけだったのに。勘違いして盛り上がって本当うざい。うざい？ジュネスなんてどうだっていい。あんなののせいで潰れそうなうちの店も、怒鳴る親も、好き勝手言う近所の人も、全部なくなればいい。嘘だよ、こんなのさ。先輩はそんな人じゃないだろう。悲しいな、かわいそうだな、俺。てか、何もかもうざいと思ってんのは自分の方だっつーの。あれ、ヨウスケが二人クマ。お前誰だ。俺はそんなこと思ってない。よく言うぜ。いつまでそうやって格好つけてる気だよ。商店街もジュネスも全部うぜんだろ。そもそも田舎暮らしがうぜんだよな。な、何言ってる。違う、俺は。お前は孤立すんのが怖いから、うまく取り繕ってヘラヘラしてんだよ。一人は寂しいもんな。みんなに囲まれてたいもんな。小西先輩のためにこの世界を調べに来ただ。お前がここに興味を持った本当の理由は。やめろ。何焦ってんだ。俺には全部お見通しなんだよ。だって俺はお前なんだからな。お前は単にこの場所にワクワクしてたんだ。ど田舎暮らしにはうんざりしてるもんな。何か面白いもんがあんじゃないか。ここへ来たわけなんて要はそれだけだろ。違う、やめろ、やめてくれ。カッコつけやがってよ。あわよくばヒーローになれるって思ったんだよな。大好きな先輩が死んだっていうらしい口実もあるしさ。違う！お前何なんだ？誰なんだよ！言ったろ？俺はお前、お前の影、全部お見通しだってな。ふざけんな。お前なんか知らない。お前なんか俺じゃない。もっといいな。俺じゃない。 お前は俺じゃない。ふん。ああ、そうさ。
俺は俺だ。もうお前なんかじゃない。我は影、真なる我。退屈なものは全部ぶっ壊す。まずはお前からだ。いつまで耐えられるかな。さっきのやつよりがぜん強そう。クマ、気をつけろ。クマ、危険を感じたら防御する。クマ、うぜえな。ドラ、聞かねえよ。弱点をガードしてる。防御してる。クマ、ドラ、やっぱお前マジうざいよ。いいぜ、本気でぶっ壊してやる。邪魔だ。俺は
スケ、大丈夫？一体何が起きたんだ？お前は俺じゃない。あれはもともとユウスケの中にいたもの、クマ。ユウスケが認めなかったらさっきみたいに暴走するしかない、クマよ。勇気、ちくしょう、むずいな、自分と向き合うってさ。分かってたけど、みっともねえし、どうしようもなくて認めたくなかった。お前は俺で、俺はお前か。全部ひっくるめて俺だってことだな。これが俺のペルソナ。あの時聞こえた先輩の声、あれも先輩が心のどっかで抑え込んでたもんなのかな。ずっとうざいと思ってたか。これ以上ねってくらい盛大に振られたぜ。ったく、みっともね。お前がいてくれて助かったよ。ありがとな。なあ、クマ。もしかして先輩はここでもう一人の自分に殺されたってことか？さっき俺に起きたみたいに。多分そうだと思う、クマ。ここにいるシャドウも元は人間から生まれたもの、クマ。でも霧が晴れるとみんな暴走する。さっきみたいに意志のある強いシャドウを核に大きくなって宿主を殺してしまう、クマ。それが町で霧が出た日にこっちで人が死ぬ原因なのか。ヨウスケ、だいぶ疲れてる、クマね。もともとこっちの世界は人間にはちっとも快適じゃない、クマ。もう何の声も聞こえなくなったし、これ以上ここには何もなさそう、クマ。一旦戻る、クマね。